うまくいかない。ふざけてんなこの犯罪者。むちゃくちゃやろ。じゃあ自首しろ。え？よし。それでは人質がいない。いないです。まあまあいないってなんだ。ということでいないです。さっきね逃げてったんだよ。手あげろ。人質なし即確保。手あげろ。手あげるんだよね。手あげちゃうね。いたんだね。いたんだね。条件言ってみな。条件3分間アタック禁止。ああ、一つ聞いていいか。ケリーいるけど。3分間アタック禁止で。この車で逃げようとしてる？ふざけてんなこの犯罪者。いや、この車でしかないことなんだもんな。よし、じゃあ逃げてくれ。用意スタートで。じゃあ32分からアタックな。了解です。3分後だから。3分。これチェイスするならスポーツカーの方がいいぞ絶対。これで巻いてしまうのが七によるなの魅力。名前言うな自分で。あ、言っちゃった。うん、締めてはいや。生をによずなの犯人了解。締めてはいだよな。締めてはいされてたと思うけど。ああされてる。おおすごい。17分後。おいあと17分だぞ指名手配。ここやばい。あと17分だから多分捕まる頃には指名手配切れてないから多分時効迎えてないわ。待って待って指名手配待って。何？指名手配。指名手配切れるってこともうすぐ。あと17分後に切れる。だから17分逃げ切。そんなことってある？うん本当に言い方悪いけど。おバカか。もう罰金とんでもないことになるぞ。ああやばい動揺が出てる。完全に動揺してるね。でしかも逃げ切ったとしても指名手配延長だ。名前言ったから。もう逃げ道はなくなった。やってもうまくいかない。そういう時あるよね。おい、150キロも出てないぞ。さあ、タイムリミットまであと1分です。あと1分だ。泣いたって遅い。自分がまいた種だろう。犯罪して。アタックオッケー、アタックオッケー。ガソリン組んできた方がいいんじゃないですか。アタックオッケーだよ。ガソリン組んできた方がいい。アタックいいよ。32分。アタックオッケーじゃい。な。おいおい、止まりなさい。俺もエンジンが壊れてるんだ。おい、大丈夫か。俺もエンジンが壊れてるんだ。ほなじゃあ俺が行こう。来なくてもいいですよ。そんな。すごい。あ。よいしょ。よいしょじゃない。さあ時効まであと15分。15分逃げ切れるのか。あ待ってシートベルトしてた。嘘。これは仕方ない。犯人確保だ。してなかった。してないんだよね。確保。確保。しかも私。指名手配があるから逆に捕まろうと思って来ただけなの。むちゃくちゃやろ。じゃあ自首しろ。じゃあ自首しろ。せめて金でも掴んで自首しようかと思ったんだ。逃げといて何言うとんねん。9.4だよ。もちけんよろしく。あ、ちょっと結構早めに。結構早めにもう捕まえてください。この後忙しい？この後用事があるんです。夢の方で。持ち物10と。いや違います。あ、こっちの方で？こっちの世界なんでそんなあれですけど。はい。10違法ハック。違法ハック。ぐらいですかね。です。パンさん久しぶりですね。ん、俺？あ、そうそうそう、久しぶりですね。もう久しぶりだね。元気してた？元気してますよ。そんなマルさんの腰についてる巾着は何ですか？巾着、これは手ぬぐいやね。あ、手ぬぐいか。手ぬぐいだね。無免許警部。すごい。無免許。銃刀法道交通で、計強盗だから100じゃなくてこれが5。指名手配犯だからね、ちょっとややこしいんだよね。何？多分ね、ちょっと指名手配の。ちなみにさ、あれなんだよ。はい、直しに来ました。はい、ありがとうございます。マルさん、聞いてくださいよ。私この後、公務員の方と会うつもりだったんで、だから指名手配のままだと会えないなって思って、それでだから捕まろうと思って実証しようと思って。あ、普通にポンコツしてましたこの犯人。17分待てばよかったんだ。そうなんだよ。知らなくてどけるの。もうちょっとね、指名手配でややこしいから今回罰金ね、1110万。あ、僕が来ていいんですか？うん、来ていいよ。ありがとうございます。1110万。1110万。本当にバカだな。しかも、普通に捕まると思ってさ、チェイスしないからさ、普通の一般車両で挑んだのに。くっそ遅い車で逃げるわ。逃げてる時に自分の名前言って指名手配ってバレるわ。もう本当に。なんかそれが生ウニヨズナのいいところなのさ、みたいな言って。いや、指名手配やんっつって。待って、生鬼さんすっごい久しぶりだ。はい、はい、そうなんです。久しぶりです。3ヶ月ぶりぐらいかも。いや、本当にお久しぶりや。お久しぶりです。お大事に。ありがとうございます。ありがとうございます。何分ですか？60分。60分。うん。はい。行ってまいります。あ、短くなるのか。行ってらっしゃい。はい。60分。ご飯とか。はい、いってらっしゃい。大丈夫か。はい、ナイス。ありがとうございます。はい、オッケー、締めたいも消した。完璧です。ありがとうございます。うん。車、レース中に行ったからボコボコだったです。そういうことか。そうね、そういう時メカニック一回こういう時終わったらメカニックとかに一回行ったりしてもいいかも。はい、了解です。